疲れた。ランチタイムすっごい混雑だったな。たくさん動いてさっき食べた分がもう消費されちゃったよ。でもでもこういう時のために今朝こっそりおはぎを隠しておいたんだよね。早く食べたいな。で、そういえばこの時間貸し切りの予約が入ってたんだった。なんか声優さん同士おしゃべりするって聞いたけど、どんなお客さんなんだろう。あ、来た。いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。どう、いいお店じゃない。明治館って言うんだけど、知ってる。知ってるけど、本当にあったんだね。超穴場なんだよここは。そうなんだ。そうなの。ここでね、うん、お友達を呼んで、うん、2人でこうお話できたらいいんじゃないかなと思って企画してみました。なるほど。はい、何か頼みましょうか。すいません、私はいつものやつで。え、めっちゃ常連感出てるじゃん。もうね、1年以上通ってるの。うん、え、ね、そうなんだ。そう、1年以上通っててね、すごいもう仲良しなの。そうなんだ。じゃあいつものでもう出てくるんだね。そう、出てくる。何でも出てくる。どうする。何にしよっかな。肉。肉。肉。何の肉がいい。多分何でも出してくれるよ。牛。うん、牛をどうしたい。牛を焼いてほしい。牛を焼いてほしい。分かった。天下百剣ザンラジオ、略してザンラジ、1年目。改めましてこんにちは、小川葵です。この番組は稲葉郷ちゃんと超仲良しな私が、彼女が店番の日に明治館の茶房をお借りして、天下百剣山の声優さんとあんなことやこんなことをおしゃべりしていく、茶房でワイワイ系おしゃべりラジオです。そして今日がですね、この記念すべき1年目なんです。そう、私この回していく役が初めてというか、2人でラジオとかはやったことがあったんですけど、私がゲストさんをお迎えしてっていうのがちょっと初めてのことなのでね、私を知っている方たちはちょっとお前大丈夫かって思うかもしれないんですけど、もうこれも回を重ねるごとに立派なパーソナリティになれるように成長していきますので、もうちょっとここで公言しておかないとこれから大変なんでね、頑張りますよ。頑張って。よし、じゃあもういるけど。1年目、2年目のゲストを早速呼びたいと思います。ゲストは城泉正宗役の大野優子さんです。はい、こんにちは。天下百剣山城泉正宗役の大野優子です。わーい。あの、なんでだっけ、なんだろう、いらっしゃいませの逆なんか、よお邪魔しました。お邪魔します。はい、お邪魔してください。じゃあいつもの感じで、ゆうぽんって呼んじゃうね。うん、ゆうぽんって呼んで、私をあおちゃんって呼んでいい。うん、どうぞ呼んで。この番組でもさ、あおちゃんでいいの。そうだね、どう、え、いいのかな。いいか。いいのかな。いいと思う。いいのかな。まあ、ついてくかな。そうだね、その後、今後に期待ということで。そうしよう。でも明治館をさ、勝手にさ、借りていいのかな。大丈夫、もう超仲良しだから私がちゃんとアポ取っといたから。あ、そうなんだ、さすが。大丈夫。かっこいい。かっこいいでしょ。そう、あとね、そう、もう一つお伝えしておきたいことがあるんですよ。なになに。この番組はですね、ただのまったり系ラジオ番組ではありません。なんだって。ちゃんとね、目玉コーナーが用意されてます。おお、それは何ですか。この番組だけのオリジナルドラマです。があるんです。オリジナルドラマ。はい、そう、すごい。毎回ね、この番組のために書き下ろしてくれたオリジナルドラマをですね、私たちがこの場で完成させちゃおうという目玉コーナーがあるんです。すごい、天下百剣でオリジナルドラマって初じゃないですか。そうですよね。そうだよね、ゆうくんはそうなの。旦那ママもやってるし。そう、でもなんかゲームって基本一人で撮るからさ。そうだよね、掛け合いとかすることないから、ね、これから稲葉郷ちゃんといろんなみつるぎちゃんたちの掛け合いが、ねね、全然絡んでない子たちとも絡むかもしれない、ね、これはもう緊張ですね。よし、なんて言うんだろう、こうお仕事でこう2人でまたお話しするっていうのは、ねまたちょっと、なんだろう、ちょっと間が空いたからね。そう、お久しぶりですね。お久しぶりで
ですよ、これは。そうそうそう、ちょっとね、某作品でね、ね、某作品でね。そうですよ、そうですよ、バンドメンバーですよ、バンドメンバーですよね。ギターなんか弾いちゃって、ドラムなんか叩いちゃってすごい、やってる最近は。うん、やってる。本当に本当に今軽く嘘ついた。やってるよ。本当？うんやってる。あ、でもね、ちょっと叩いてるよ。お、すごいじゃんバースデーみたいなやつあるよね。バースデーみたいなね、バースデーみたいなね、バースデーみたいなやつ。そうだね、ね、でーんでーんみたいなこんな曲なかったかな、こんな曲なかったかな、どうかな、そんな感じだったね。そう、だから友達なんですよ、私たちは。そうなの、もうね、フレンドだよねフレンドだねただのフレンドだよねでもさ、あの、なんだろう、今はこういう普通に喋れてるけどさ、うん、最初印象はどうでしたか、僕の。なんかね、うん、ふわふわな感じで、なんかぽーってしてて、最初はーってしてて、おっって感じでなんかね、最初からそうだった。うん、まあそうだった本当に、 本当になんかね、喋ったらそうだった。あ、そうなのそうなの。なんかね、よく私は、なんだろう、うん、なんか黙ってたらお姉さんみたいだよねって言われる、うん、そうそう、なんかね、あの、しっかりしてそうな感じっていうか、うん、ちょっとなんかこう MC とかもさ、すごいできそうな、バリバリね超回してそうだよね。わかるわかる。なんかね、あれ、あ、なんかちょっとあれみたいな。大丈夫、これからも見た目に沿う私になっていくからもうマジこれ、あの、こういう私を見れるの最後かもしれないと思っといて。本当に、本当に行ったね、行けてるから本当に。そう、分かった。でも私はね、ユーポンはね、うん、そう、小さい小さくて、なんか小動物みたいな、すごいなんか、もうプル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 ってハハハハハ、出るじゃん感じだった。あ、でもそうね、人見知りなところあるかも、うん、最初は。うん、懐かしいな、なんか懐かしいね。そんな時もあったね。そうね、ね、今日は一緒にできて嬉しい。嬉しい、私も、うん、実はですね、あの、スタッフさんからね、うんうん、こう勝手にユーポンのことを〇〇そうっていう、うん、想像してアンケートを書いてくださいっていうのが来たんですよ。そうなの？はいはい、もう絶対悪口じゃん悪口なんですか？そう、うん、ちょっと私から今回発表していきますね。でも私もね、あおちゃんのことね、事前に書いてきたよ、アンケートみたいな。本当に、うん、よし、じゃあちょっと楽しみだなじゃあ私からいきますよ。うん、お家の中ではぬいぐるみと一緒に寝てそう、うん、お、あ、でも一緒にディズニー行った時のぬいぐるみ置いてるよ。ほんと？うん、私も置いてる。お、おそろじゃん、おそろじゃんそうなの、置いてる。お、あとね、うんうん、家の中では脚立が必需品そう。脚立ね、あるよ2個あの、キッチンの上の棚とか届く？届かないよ、入れないことにしてる入れないことにしてるのね、うん、もうないものとして扱っているのね、うん、居酒屋さんでは、うん、年齢確認されそう。されたよね、みんな言って言ってそう、されたよね。いつもユーポンだけユーポンにだけ目線が行くんだよねみんなで言ってるんだけど、申し訳ないですけどお客様みたいなえ、でも街とかでもされない？そういう、なんかね、カラオケ歌ってたら警察が入ってきたことはあった。どういうこと？なんか人からしてたの、夏休みの時期 で、うんうん、で夕方ぐらいの時間だったんだけど、うん、幼女が一人で勝手に来てると思われてガチャって開いて一人だったからびっくりしちゃって、そしたら警官が立っててすいません、なんかあの保護法がありまして、条例で一応年齢確認させてもらって、そんなことある、すごい言われたことあった幼女が、え、それ店員さんが言ったってこと？え、もうなんかそう、ま、ね、なんか巡回とかなんかしてる時に、あれ、ここの部屋みたいな明らかに、そう、警察が成人じゃないですか、すごいえ、それはどうやって難を逃れたの？え、もう保険証を見せて私は、あの、私なんかそういう時のためにね、なんか電気の、うん、なんかこう支払い表とかも持ってるの偉いちゃんと対策がしてあるんだね。そうなのだからね、大丈夫ですよって、大人だよ、どやってして大変だね。そっか、大変なんだね、結構大変だったね。すごいな、そっか大変なんだね。あ、まだあるの？え、まだあるの？そう、
あといろんな感覚が鋭そう、癒しパワーというか癒しの粉とか持ってそう。癒しの粉って何？癒しの粉じゃんそれも。振りまいてそうじゃん。なんか知ってる、妖精ってね、妖精の粉を持ってるんだよ。何それ、飛べるの、妖精の粉を持ってると。だからそういう、やばい粉じゃん。みんなを癒せる粉をこう一回家でこうファッと振りかけて家出てんのかなって。本当に捕まらないそれこそ。大丈夫、ユーポンだから。本当、そういう感じの粉を持ってそうだなって、まあ、確かにちょっと当た粉は持ってないけど。それ以外は結構当たってるところありましたね。あ、結構見られてるな。そうだよね。じゃあ私もなんか発表するね。わかった、ちょっともうなんか怖いけどね。忘れそう、あって言いそう、って言いそう、違うやって言いそう、んって言いそう、ガオーって言いそう、ガオー忘れそう。あのそっか。じゃあちょっと、これはじゃあ、質問の意図を分かっている？分かっているよ。分かっている。まるまるそうでしょ。まるまるそう。違うやって言いそう。うん。忘れそう。あ、違うやってさ、言うじゃん。あ、ここ違うや。あ、そうだね。そう。確かに。そっか。なるほどね。なんか、なるほどね。絶対言うから、スタッフさん覚えておいてください。今後言うから、違う、リスナーの皆さんも言うかもしれません。そう、これからね。そう、すみません。挨拶あるじゃん、ガオーっていうさ。そうだね、小顔いですって、ガオーって。そう、いつもやってたね。あれさ、あの確率が低いやつ。なんかガチャみたいなやつあるじゃん。今日はやろうかな、どうしようかなって決めちゃうから。そうなの、あるんですけどね。そう、そういつもガオーはね、私小顔いはですね、ガオーっていう挨拶っていうか、なんか最初のちょっと温めとくかみたいなのがありまして。意味があったね。そうなんだ。ガオーってちょっと大きい声を私もみんなも出しておけば、なんかこれからちょっと楽しい雰囲気ができるなっていうね、ので、いつもガオーって最初にやってから言ってるんですけど、それの確率がとってもまちまちでね、5回に2回あればいいかなみたいな、低めの声で。そう、みんな言われてやりだすっていう。しかも今日も言わなかった。今日も言わなかったからね。ちょっと多分、ね、次回からね。そう、次回からやっていこうかな。ということでね、天下百剣のお仕事の中でこう印象深かったこととかも聞いていきたいと思いますけど、何が一番番組っぽいね、印象に残っておりますか？私はですね、この上泉ちゃんがね、あの初めてオーディションを受けて、初めて受かったキャラなの。あ、そうなんだ。そうなの、だからね、いっぱいあるんだけど、なんかほぼやることが全部初めましてで、一番最初のお仕事はイベントで、モンフェスになんかニコ生放送もありきの、なんかこう今度天下百剣こういうのをやりますよみたいな発表するとこだったんだけど、初めてだったから、なんかすごいね、どこ見ていいのかも分かんなくてさ、なんかマネージャーさんにね、ちょっと斜め上の方見とくといいよってアドバイスされたの。だからね、私その通りにね、ちょっとね、お客さん前にいるけど、まあ斜め上って言われたからと思って斜め上をずっと見てたらさ、なんか放送で後で見たらね、すごいどこ見てるのこの子一人だけみたいな感じになって。そうか、そう、ちょっと不思議に、そう、なんかちょっとおかしい子みたいな感じで映っちゃって。だからすごいね、それはすごい印象に残ってますね。なるほどね、うん、そっか、でもすごい、初めてのお仕事がそんな大きな人の前に立つお仕事ってすごいことだね。人の前も初めてだったから、めっちゃ緊張したけどね。すごい、そう、確かにそれは印象深いし、この作品もすごい、じゃあ思い入れがたくさんある感じだね。そうなの、そうなの。そっか、あおちゃんも、私はね、収録をするときに、稲葉郷ちゃんってこうお腹すいたとか、お米をしょもがしますとか、いっぱいこう腹ペコ、キャラだよね、腹ペコキャラでね、こうお米が大好きなセリフがいっぱいあるから、そうするとそういうセリフがあるから言ってたら、すごい自分もお腹すいてきちゃってね、ちょっとなりそうになるのを我慢してた。そう、お腹すいたなみたいな。わかる、さっきのナレーションとか聞いてるだけでなんかね、お腹が空いてくるしね。だって思った。そう、食べたい、食べたいね、食べたいっていう、頑張ろう、頑張る。そうね、そう、そういうことがあった。そう、頑張ってさ、鳴らさないようにってさ、
難しいよね。難しい。だからいっぱい水を飲んだり。そうね。ちょっとなんかごまかしつつね。ってするやつやったり。いやー、大変だ。ラジオ今後大変だね、じゃあ。ちょっとね、ちょっとお腹が鳴らないように頑張らないと。頑張って。頑張る。という感じでね。ちょっともう盛り上がっちゃってね。あれなんですけど。そうだね。そう、何やらね、こうコーナーらしきものがあるのでね。そっちにちょっとそろそろ行こうかなと思います。行きましょう。はい。題して、お花見集10か条のご質問。はい、このコーナーはですね、ゲストのことをよく知りたいけどリサーチするのはめんどくさいというスタッフさんたちがですね、10か条の質問を紙にしたためて送りつけてきたので、それにひたすら答えていくというコーナーでございます。うわ、受けてたと。お、やる気だね。やるぞ。そう、ただね、時間の都合上、1問に対して5秒で答えないといけません。短い。こちらのですね、超豪華特製質問箱にびっしりとですね、入っておりますよ、この質問状が。入ってる。はい、じゃあまずね、1回目なので私宛にも質問が来ているらしいので、まずそちらからやっていこうと思います。おでは、いきます。10か条の質問スタート。自分を一言で表すと、見た目は大人、子供は子供声優の仕事で心がけていることは、チームワークを大事にしている、好きな食べ物は、お母さんが作ったオムライス。お、いい。最近やっちまったという失敗は、絶対遅刻するなよと振っておきながら自分が遅刻してしまったこと。振りだな、振りだな、振りだな。今こんな役をやってみたいという役は、日曜朝の戦う女の子、忠誠心のある女。めっちゃ喋る。怒りが頂点に達したらどうなる。もう大爆発、もうやばい、もう大変。私これは普通じゃないかもと思うことは、マンホールカード集めてること。普通じゃない。あ、流れ星。仕事が欲しい、仕事が欲しい、仕事が欲しい。お仕事ではなく、リアルで一度言ってみたかったセリフは、この部屋全部余ってるから全然好きに使っていいよ。人生について悟ったことは、占いは気休めである。え、どうしたの。終了。自分で答えてね、自分で仕切ってますから、とりあえずね、10問答えました。すごい早かったけど、なんかツッコミどころ満載だったんだけどさ。こんな感じで進めていくから。ちょっとなんかさ、どうかな、見た目は大人、子供は、子供って何。見た目はちょっとね、そっから、そう、見た目は大人って言われるんだけど、実はこうね、ちょっと蓋を開けてみたらっていうところがあるなっていう感じかな。中身は子供って言いたかったな。そうだね。外も言うよね。外も言うね。え、なんだろう、そうそう、何を突っ込めばいいんだろう、こういう時って。なんか私も突っ込み慣れてないから分かんないよ。なんだろう、でもなんかいっぱい突っ込みどころがありそうな感じだったよね。ありそうな感じだったね。そうだよね。うん、そう、これをね、なんかさ、一番気になったのはさ、占いは気休めってさ、何かあったの。大丈夫、相談に乗ろうか。いつでも連絡していいんだよ。ありがとう。ちょっとね、そうなんだよ、占いはね、所詮ね、いいことだけしかね、のいいことだけしか。という感じでやっていきたいと思いますよ。あ、待って、あとね、一つね、日曜朝の戦う女の子っていうの気になったんだけどさ。そう。え、どんな感じ。お分かりでしょ。日曜朝のプレイ、セルプレイ。そんなこと言うなんて絶対に許さない。みんな行くよ。なんかやけパワー。みんな突っ込むのが正解なのかな。ちょっとね、突っ込みスキルを求むなんだけど。心が痛いっていうね。そう、こういうこう戦ってみたいっていう。なんでやねん。どないやねん。せやねん。どうしよう、ちょっと待って。どうしよう、まあ、こんな感じです。いいと思う、いいと思う。うん、じゃあこんな感じでね、うん、5秒で答えていってもらいます。うん、じゃあ、こちらのユーポンボックスから私が引いていきますので、うん、いきますよ。オッケー、準備はいいですか。オッケー。それでは、10か条のご質問スタート。うん、自分を一言で表すと、マイペースで子供っぽい。今こんな役がやってみたいという役は、ラスボス。この世で一番怖いものは、虫。最近やっちまったって失敗は、
違う階に帰ってピンポン押した。怒りが頂点に達したらどうなる？あんた、あんたーみたいな。学生時代のあだ名は？ゆうちゃんとかゆうこりんとか。学生時代、通信簿にどんなことを書かれた？バツ。バツ。自分、実は〇〇なんだぜ、なことは。自分、実は、大人なんだぜ。お？ここにいると落ち着くっていう場所は？どこだろう。ちょっとテンション高めに突っ込んでみてください。なんでやねん。はい、終了。はい、タイムオーバーな時もねちょっとありましたけど、10問答えました。大丈夫な感じじゃない、ね、割とね。じゃあちょっとすごいすごい、いくつかちょっと不思議な、ちょっともう一回おさらいしたいのでね、ちょっと質問させてもらいますね。マイペースで子供っぽい、そうだね。そうだね。そうなの。そう次の、今こんな役がやってみたいラスボス、そう、なんかこうラスボ ス、ちょっとユーポンが思うラスボスまで。3、2、1、はい。お、コガじゃないか。我に戦いを申しに来たのか。貴様には負けん。私も負けん。ラスボス？本当に？絶対すぐやられちゃうよ。時間が相手が治っちゃうんだって。なんで？レベルを合わせていただいている。ソースライブみたいになっちゃう。ソースライブ。そう、世界で一番怖いものは虫。あ、そう、虫。そう、ここね、上泉さんと一緒なんだよ。あ、そうなんだね。虫が嫌いなんだね。そうなの。お、何が嫌い一番？全部。全部。そうだね。全部。確かに。怒りが頂点に達したら。わーってなっちゃうんだね。そう、でもあおちゃんと一緒かも。なんか大爆発みたいな。そう。あ、確かに。まあそうだよね。そうなるよね。確かに。でもそう、大爆発してるところをまだ見たことがないからね。あ、本当？ちょっと気になりはする。でもなかなかしないよね。そうだよね。なかなかしないか。そうか。しない。そっか。一番ね。あとはそう。自分実は〇〇なんだぜって。なことはって言ってたけど、実は大人なんだぜ。本当に？本当に？本当だよ。じゃあどこが大人なんだい？子供子供ってバカにされるけどさ、ほら実は実はほらどこが大人だい？まあね、こう温かく見守ってあげるわよ。温かく見守れる。温かく見守れて、そしてなんかね、こう、あのね、こうね、なんだろうな、なんかこう、お散歩とかもね、しちゃうよね。お散歩とかしちゃうの。うん。へぇ、お散歩しちゃうの。それからあとね、もうね、こうね、ヒールとかも履いちゃう。ヒール履けるの？やっぱヒール履けるの。すごいね。バカにするな。はい、というわけで、そういうことでありました。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、では続いていきましょう。続いてはツーパーやりたいのコーナー。やりたいの？やりたいんです。そう、やりたいの。やりたいの。そう、ゆうぽんはさ、もう残生とかでね、隊長さんたちからこう、おこのみつるぎが好きとかいうお便りを読んだりしてますよね。してますしてます。ああいうのをこの番組でもぜひやっていきたいと。いいと思う。やっていきたい。うん。で、隊長名稲葉号大好きさんからいただきました。ありがとうございます。とか言いたいやん。願望だよね。そういうのやっていきたい。なるほど。そう、なんでね、今日はふつおたで皆さんに送ってほしいテーマを一緒にね、ゆうぽんと一緒に考えていきたいと。おお。はい、ぜひ考えていただきたい。いいよ、考えよ。どんなのがいいと思います？あ、じゃあ、残生でやってるふつおたはどういうやつがありますか？あれはなんだろうな、なんか、テーマってあるっけ？テーマないやん。テーマない。特になく。そう、なくフリーで。好きに送っていただいて。なるほど。そうだね、フリーだから向こうが。こっちはなんか。決めるじゃん。そう。
ちょっとなんか決めてみようか。なんだろう、この夏の思い出、ダメだと思ってもついやっちゃうこと。うん、一回だけ魔法を使えるなら、うん、最近覚えたかっこいい言葉、うん、番組でやってほしいこと番組のオリジナル合図。読まないで全部読んでくれたけど読まないでそう、それでね、私がね、なんか普通歌っぽいって答えるんだよね。そうだねって私が言うんだよそう、でもね、これ全部台本だから。でもさ、台本だから。待って、この挨拶いただきますだっけ。あ、そう、さっき言ってたね。そう、番組の、うん、この稲葉号としてやっている、ね、ということなので、うん、そうだから何回目も一膳目にしてるから、うんうん、いいじゃん。いただきます、ごちそうさまみたいなのを入れたいなって思っている。素敵。どこに入れたらいいと思う？最初と最後？そうだよね。え？最初と最後にそれを入れよう。そうだね。あ、でも、まあでもそういう感じで、うん、なんかそういうのも考えてもらえると嬉しいな。そうだね。そうだね。皆さんが、隊長さんたちが思っている稲葉号はどんな感じなのかとか。うん、あ、確かに。うん、稲葉号について。稲葉号に。そう、とりあえずなんかいろいろやりたいからいろいろ送ってください。そうだね。そう、公式ホームページまでお願いします。お願いします。ではここでラジオっぽく曲を聴いていただこうと思います。うんうん、9月5日に、うん、まさしく今日、お、 CD が発売されました。そうなんです。ね、あの、はい、お花見集メンバーが歌う、うんうん、天下百軒山のテーマソングと。そうなんです。うんうん、うん、なんかね、すごいかっこいい仕上がりになっていると聞いていますが。そうです、なんか和風っぽくてちょっとかっこいい、うん、天下百軒って感じの曲です。ね、ゆうぽんはね、上泉正宗さんとして歌ってくださっているんですよね。そうなんです。私も歌わせてもらってます。うんうんうん、どう、歌ってみた感想は。ね、うん、いい感じだったよ。いい感じです。はい、それではね、じゃあ聞いてください。上泉正宗、桑名号、郷義満、小烏丸、七香で闇を切り裂く花です。どうぞ。闇を切り裂いて迫る災いの影、お花見の名のもとに立ち上がる乙女たち、儚きゆえに強さを求め、荒れ地に芽吹く花のごとく、雨に風に立ち向かう。花よ開け、闇をうがつ刃となれ、守るために戦うとき、命は雅を放つ。剣よ前、剣よ前、踊るように悪を散らせ、闇を切り裂いて我ら永遠に咲き誇ら。はい、ということで聞いていただきました。ね、とってもかっこいい。そうなんですよ、かっこいいのこれ、うん、すごいいい、すごいいいでしょ。いい、うん、なんかね、こう成長の感じとかね、うんうんうん、ね、戦いに任せきと戦う感じが、うんうん、すごいかっこいいよね。ですよ、すごい、うん、いいと思う。なんかレコーディングをしてる時に、うん、こう、うんうん、上泉さんとして歌うにあたってなんかどういうこと気をつけたとか。なんかね、私ね、地声がね、上泉ちょっと低めでやってるの、うんうん、そうだよね、うん、そう、だからね、なんかそういう声で歌を歌うの初めてだから、うんうん、なんかね、うん、
うん、なんか最初難しかった。うん、あとね、はっていうのがね、あるの。うんうん、はがね、なんかね、ちょっとね、なんか、だんだんリズムが崩れてきてね。そうか。ね、ちょっと大変な時もね。なるほどね。そう、楽しかった。楽しかった。うん、なんかこう、全員で歌ってるバージョンと、ジョイズミさんだけとか、はい、ソロバージョンもあるって。そうなの、ソロバージョンもあの収録されてて、うんうん、私のジョイズミちゃんと、うん、クワナゴーさんと、うん、ゴーさんと、小原すまるさんと、うん、ななかちゃんの、あのソロバージョンと、うん、あと、インスツルメンタルも入ってます。インスツルメンタル、うん、はい。うんうん、そしてですね、初回版にはリリースイベントの参加申し込み券もついてるので、うん、ぜひ手に取ってくださったら嬉しいです。はい、そう、リリースイベントがありましてですね、うんうん、私も出させてもらうんですけど、うん、その締め切り、お申し込みの締め切りが9月18日ということで、あと少しなんですよ。あと少しだね。なので、うん、みんな急いで応募してください。急いでお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはいよいよお待ちかねのザンラジオリジナルドラマ外伝ラジオタン。いよいよ来ましたよ。いよいよですね。はい、この番組のためだけに書き下ろされたラジオドラマです。オリジナルの書き下ろし、そう、今回は、うん、稲葉郷と城泉政宗のお話になっています。はいはい、そう、これがですね、こう軽く、うん、どういうお話になったかというと、はい、ね、何やらですね、こう副司令の方から、うんうん、稲葉郷にこう新たなお仕事のお話をされるんですね。はい、でその内容に稲葉郷の目がキラキラ、どんな内容なのかそしてそこになんと城泉さんもやってきて、果たしてどうなる、どうなっちゃうの、ね、どんなお仕事をもらったのか、ね、そこにどう城泉さんが関わってくるのか、うんうん、楽しみですね。うん、それでは、うん、どうぞ。ご飯、ご飯、ご飯。ご飯を食べて新商品開発。副司令もいいお仕事をくれたよね。明治館の新商品開発なんて私にもってこいだよ。明治館のみんなが地元の名物を持ち寄って私が味見するだなんて。よし、頑張って明治館のお品書き充実させるぞ。うん、さて最初は誰かな。おかずは何かな。炊きたてのご飯がこんなにあるし、ちょっとだけ食べちゃってもいいかな。ちょっとだけならいいよね。ちょっとだけだしね。それじゃあいただきます。はん。新商品開発のために地元の名産を持って厨房に行くようにって副司令に言われたんだけど、ってあれ、稲葉号？おい、ごめん。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませって、ここで何してるの？っていうか、なんでご飯食べてるの？さっき朝ごはん食べてたわよね。朝ごはん？うん、食べたよ。これはね、おやつじゃなかった、新商品開発用のご飯。おかずにはご飯が必要だからね。副司令の言ってた開発担当って稲葉号のこと？うん、そうだよ。私が味見して副司令に報告するの。あ、そうなのね。じゃあもしかしてなんだけど、新商品ってご飯と一緒に食べるものなの？うん、城泉さんが最初のおかずを持ってきてくれたんでしょ。ええ、明治館の新商品用に地元の名産を。うわーい、おかずだ。おかずっていうか名産だけど。じゃあ早速お願いします。あの、いや、おかずじゃ。さあどうぞ、どーんとどーんと出してみて。大丈夫だよ、私好き嫌いないから。じゃあこれ。
あれ？うん。千代泉さん、これ、リンゴだよね。そうね。津軽の名産だから、ね。そうだよね。私もそう思うよ。千代泉さんの地元だもんね。リンゴ美味しいよね。そうよ、美味しいの、津軽のリンゴ。うん。じゃあ、そういうわけだから、どーんとどーんと。どーんと。おかずはないの？そうよね、おかずを持ってこなきゃいけなかったのよね。大丈夫だよ。ほら、ご飯を食べてからリンゴを食べれば、食後のおやつみたいな感じで。やっぱりリンゴっておやつよね。甘いしね。焼いてみたらどうかな。甘酸っぱいおかずだってたくさんあるし。焼くの？リンゴって焼いたらおかずになるのかな。そうよ、かぼちゃだって甘いけど、焼いたり煮たりすればおかずになるしね。よし、焼いてみる。ちょっと後ろのかまどで。ふんふんふん。ほっ、ちょっといい匂いしてきたかも。ところで、城泉さんって出身は津軽とは違うんだよね。津軽政宗って呼ばれるくらい津軽には長くいたんだと思うけど。そうね、いろんなところにいたわ。剣はみんなそんな感じだと思うけど、私の場合、武田家の家臣と一緒に戦場にいたのが最後かな。それからは津軽で過ごしていたわ。百花の誓いの時も？うん、津軽の人たちすごく優しかったし、このままここで過ごすのかなって思ってたけど、マガツキの事件が起きてね。それでいても立ってもいられなくなってここに来たの。なんかそういうとこすごく城泉さんって感じ。そうなのかな。話してる間に焼けたみたい。さあどうぞ。焦げ目がついたし、柔らかくなったし、ちょうどいい感じよね。うん、見た目は美味しそうだけど、ものすっごい甘い匂いがするよ。きっと大丈夫よ。かぼちゃの煮付けとかもいい匂いがするじゃない？ね？ほら、どーんと、ね？うん、それじゃあ、どーんと、いただきまーす！甘い。そうよね。今日の新商品開発の報告書書かなきゃ。焼きリンゴか。あれだけなら美味しいけど、ご飯のおかずじゃないよね。今回はおかず決めないとだしな。とりあえずご飯食べてから考えよう。いただきまーす。はい、いかがだったでしょうか。はい、ね、いやー、稲葉ごーちゃん、かわいい。いやでも、いいね。そう、かわいいんだよ、稲葉ごーちゃん。ありがたいな。私もね、持ってるんだけどね、めっちゃタップしてるよ。ご飯のことね、言う時の稲葉ごーちゃんがね、もうね、かわいいんだよ。そうね、このお話もね、なんかご飯のことばっかり言ってる。リンゴが大好きな城泉さんも。そうね。ね、ちょっと抜けてるところが可愛かったりするよね。意外とね、そういうところもあるよね。可愛らしくて。はい。とっても、なんか、こう、なかなかね、ゲームとかでもね、絡んでなかったりするから。そうだね。ね。それはね、城泉さんと稲葉子が好きな隊長さんにはとっても嬉しいラジオになっちゃうんじゃないでしょうか。はい。ということで。はい、そろそろですね、お別れのお時間がやってまいりました。早いよ。はい、一戦目ということだったんですけど、どうでしたか。いやー、お腹いっぱいです。お腹いっぱい。お腹いっぱいか。
よかった。どうかな、ザン生と比べてザンラジはどう？ラジはね、なんかね、なんかね、ゆるっとした感じでね、楽しかった。本当やっぱあおちゃんのさ、こう人柄がさ、現れてると思うんだよね。すごいいいフォローしてくれるね、ありがとう。すごい素敵な空間になった。私の MC はどうだった？何点ぐらいかな、今。3、4。点数とかじゃないよね。そうだよね。点数とかなんじゃないんだよ。MC ってさ、やっぱ点数以上のものじゃん。そうだよね。点数では表せない魅力があった。本当にもう最高です。最高だった。最高です。頑張ります。はい、でもね、来週も引き続きユーポンが来てくれるんですよね。そうなんです、お邪魔します。はい、ということはラジオドラマの方も上泉さんが参加するのかな。多分そうだと思う。お盛りだくさんですね。ですね。はい、はい、じゃあそれとね、あとふつおたの方もどしどしよろしくお願いいたします。お願いします。はい、番組公式ホームページまでですね。はい、はい、ということで天下百剣ザンラジオ、略してザンラジ、また来週。ごちそうさまでした。あのお客さん、ほんわかした人だったな。ご飯食べるのもゆっくりだし、来週も会えるのが楽しみかも。